鉄道博物館今大宮にありますけれどもそれができる前は秋葉原お茶の水万瀬橋のところにですね交通博物館というのがありましたその、ね、交通博物館は鉄道だけに限らずですね飛行機とか車とかさまざまな交通というキーワードで乗り物が紹介されていたんですけれども今ご覧いただいているのが JAL のコンコルロの模型ですこれがですね コツ博物館に展示されていたんでまあ、以前写真撮ったんですけれども JAL でコンコールドって実現していないんですよただ実際話としては日本航空にですね3機のコンコルド導入の計画があって1965年にはですね仮の発注も行っていたそうなんですねいよいよ JAL のコンコールド実現というと話はかなり進んでいたようなんですけれども まあ結局ですね発注はキャンセルしたそうなんですね今ご覧いただいている写真のこの模型は実際に日本航空が広報活動を行う際に、まあ、展示するためにこういったコンコードが日本航空に登場しますよというのをお伝えしていこうということで、まあ、想像の模型作ったものだそうでねあの有名な銀座の天璋堂さんにお願いして作られた作ってもらった模型ということです。 日本航空のコンコールドは実現しなかったんですけれどもエールフランスによるコンコールドは何回か日本に来ています1994年には関空関西国際空港にもチャーター便でその関西国際空港が開港したということを記念してやってきたことがあるんですね2003年にはコンコールド全てが退役してしまったわけなんですけれども まだまだその存在が強く記憶に残っている方多いんではないかなと思いますけれどもね。今回は交通博物館で見かけました日本航空のコンコルドの想像模型をご紹介しました。